皆さん、こちらの動画もバッチリ、こちらもバッチリ、そしてたくさんのコメントいただいて本当にありがとうございます。ただやっぱりどうしてもね、どうしてもね、また腰が痛くなるという声が上がってきてもね、今回はもうその原因を見ていきましょう。基本的にフルターズキック、サイザース、あとはバイスクル、仰向けの状態でやる。で、仰向けの状態って結局下半身、上半身支えるのはこの腹筋です。この腹筋がもともとないから作ろうとしてるんだよね。で、ないから負けちゃって腰が浮いてしまっちゃうんですよ。で、腰が浮いて痛みが出てきます。それどうしてもならないと思っちゃダメです。それ考えた、分かった、どうすればいいか考えよう。答えがあるから考えてみたら、これですよね。こうしてろ。で、ここが浮いてるんですよ。浮いてるから痛みが出てしまっちゃう。焦らなくていいから、いかに足を戻しましょう。ここでしっかりストップ。そしたら両手を横に、上半身を起こしましょう。で、今何しようかとしてると、背中を丸め落としてます。この練習をしましょう。この状態から、ここから、うん、これはちょっと腹筋に当たり刺激が弱いけど、でもしっかり支えてる。で、これが慣れてきたら、皆さん見てください。腹筋しっかり力入れて、上半身を落とさずに手を抜く、これです。だから結局痛い原因は上半身が倒してるからだよ。上半身を上げればここは浮かない、ほら隙間がない。まずこのやり方で少しずつ腹筋を強くしていきましょう。はい、これからも国人さんもらえが考えるから、気楽にたくさんのコメント、質問などなど、高評価、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。おー。